新山。新山、1961年から1996年は、1960年代に活躍した、日本の競争馬、シュ馬である。史上2頭目、戦後初のクラシック3冠馬。観九1964年1965年、慶州車少年度代表九1984年に県賞馬に選出された。大競の勝利数から、 日本競馬史上初めて五冠馬の称号を与えられ、戦後日本の競馬界に長く影響を与え続けた功績の大きさから新芽とも呼ばれている。その走りは、なたの切れ味と形容された。注意、バレエは特に断りがない限り旧年齢、数えでの表記とする一部万年齢の使用箇所あり、戦後期の日本競馬を代表する競走馬で、 1964年の日本クラシック三冠馬である。この三冠に加えて、翌1965年にも天皇賞、秋及び有馬記念で優勝したため、日本の競馬史上初めて五冠馬の称号を与えられた。デビュー時はあまり期待されていなかったが次第に頭角を表し、クラシック三冠、さつき賞、東京優秀、喫花賞、宝塚記念、天皇賞、 秋、有馬記念といった当時ボバが獲得可能な GIQ 競争を捨て制した。デビュー戦から引退レースまでの連続連帯数19は中央競馬におけるレコードである。ちなみに、時典はビワハヤヒデの15連続連帯で、連帯率100%に限るとダイワスカーレの12連続連帯が辞典となる。この後、新山は、新山を超えろのキャッチフレーズと共に、 後日のシンボリルドルフが現れる1984年までの約20年間にわたって日本の競馬界全体の目標であり続けた。このように戦後日本の競馬界に長く影響を与え続けた功績の大きさから、新山は現在でも新名と呼ばれることがある。競争馬引退後は種母馬となり、美保新山、稲川万奈をはじめ優秀な産区を輩出。 その活躍は当時礼遇されていた内国三馬に種母バの道を切り開いたとされる。種母バ引退後も1995年にサラブレッドの最長寿記録、1996年にはケシュバの最長寿記録を更新するなど最後まで注目を集めた。1961年に母・早登りの第五子として松瀬牧場で生まれた新山は決闘名を、 小風と名付けられた。生後一ヶ月の時に、小木市牧場の馬長であった、斉藤薄家の紹介により、松橋牧場を訪れた、京都競馬の長教師、武田文吾に資質を認められ、さらに武田の紹介により、牧場を訪れた馬所の橋本幸吉によって、当時としては高値である三百二十万円で購入された。同年秋に離乳し、直後に、 小ぎふ牧場で育成された。これは小規模な松橋牧場で育つことを嫌った、武田の意向による。集団で運動をさせると、いつも後ろを追走し、早くは走らないが決して待てないという特徴を見せた。また、育成中は全く体調を崩すことがなかった。翌1962年11月に、小ぎふ牧場を離れ、12月に、武田文を厩社に入厩した。 幼少期の新山については、以下のようなエピソードがある。長教師の内藤茂春によるとある時、橋本幸吉から本業で資金が必要になったため、所有するヒンドスタンの三区二頭のうち一頭を他の馬に売りたいと仲介を依頼された。そのうちの一頭が、後の新山で、もう一頭よりも明らかに見栄えがいいと判断した内藤は、新山の購入を希望した。しかしこの話を聞いた。 武田文吾が売却に強く反対したため、破断となった。1963年11月にデビューし、無敗の三連勝を遂げる。しかし、武田の評価は高くなく、デビュー時には、全評判の高かった梅の力との対戦を避けて、出走を一週間遅らせ、二連勝して、当時の関西三歳選手権競争、阪神三歳ステークスへの出走が可能になったが、 武田厩舎からは、プリマドンナとオンワードセカンドが出走し、新山は回避させられた。武田厩舎に入厩した1961年生まれの競争馬の中には、オンワードセカンド、母は、ン馬クラシックにカンバミスオンワード、父は、エプソムダービー優勝馬ガルカドールや、ソロナウェイン区のソロナ流、持ち込め馬のオンワードチェスなどがおり、それらと比べて新山への評価は、 さして高くはなかった。また調教でも担当給務員の中尾健太郎が同僚から冷やかされるほどに走らなかった。中尾もはじめは大した馬ではないという印象を抱いていたが、次第に新山に曖昧な感覚ながらも威厳や風格を感じるようになり、武田が管理した名馬と比べても遜色がないという印象を持つようになった。また武田厩舎の主戦騎手 栗田勝も、も、も玉よよりり、上かししれなないと感じるようになり新山への起場を希望した。一方、武田は年が明けて、新山が4連勝を達成した後も、オンワードセカンドの方が強いと思っていた。そのため、スプリングステークスを前に、栗田がオンワードセカンドとは、ものが違う。小玉より強いと主張して、サ月賞での新山への帰場を希望したのに対し、 思いとどまるよう説得した。スプリングステークスで負けると思っていた新山が優勝すると武田も評価を改め、俺は目が見えなかった。お前がこれほどの大物とは知らなかったと新山にわびたという。翌1964年は1月にオープンを勝ち、4連勝を達成した。しかしここまでのローテーションは一竜馬との対戦を避けたものであったため、さつ賞の前に、 新山の実力を図るべく、東京競馬場で行われスプリングステークスに出走した。レース前の調教の動きが良くなかった。新山の人気は十四頭中六番目であったが、レースではかつて武田が対戦を避けた梅の力や、弥生賞を勝った時のパレードなどを尻けて優勝した。札幌賞では、単勝一番人気に押され、先行策を取ると、直線の入り口で先頭に立ち、 猛追するアスカに4分の3馬審査をつけるく、連勝でまず1冠目を獲得した。競争後、武田は東京競馬場の調教師、中村博士の自宅で、競馬記者の井上康文に、ひょっとすると、クラシック3冠馬を取れると語った。武田は、クラシック2冠目の東京優秀、日本ダービーを前に、調整のため新山を平場オープン競争に出走させたが2着に敗れ、 初の敗北を喫する結果となった。本番の東京優秀では、サ月賞と同様に一番人気に押され、レースが速いペースで推移する中、中段を進んだ新山は、最後の直線コースで外から仕掛け、内から追い込んだ梅の力に一時かわされるも、無知を入れられると再び差し返して優勝した。優勝タイムの2分28秒8は、前年の名水のレコードから0.1秒遅れの、 競争史上2位、当時のタイムであり、後に三冠馬となるミスター CB やシンボリルドルフのタイムを上回るものであった。菊花賞へ向け、武田は新山を夏場の秘書のために北海道などへ移送することをせず、京都競馬場で調整することにした。しかしこの年の夏は40年ぶりの猛暑となり、新山は7月の下旬に重度の夏負けにかかった具体的な症状としては、 体温が普段よりも5から6分上昇し、汗を全くかかなくなった。武田は扇風機で馬房を冷やす、氷柱を吊り下げるなど対策を講じ、8月の下旬に、新山の体温は元に戻った。夏負けの影響から、新山は10月に入るまで本格的な調教を行うことができず、武田は新山をレースに使いつつ鍛える方針を立てた。まずオープン競争に出走。 結果は2着したが競争後も調子は上がらず、京都杯ではバリーモス2世の2着に敗れた。11月に入りようやく体調は上向き、喫下賞直前の調教ではかつて内向内容の走りを見せた。しかし競馬ファンの間には体調に関する懸念が残り、喫下賞での人気は梅の力に次ぐ2番人気あった。このレースは大きな注目を集め、 有料入場者数4万660人、推定全入場者数4万5000人超は、京都競馬場のそれまでのレコードを大幅に更新した。売り上げも3億9 4 0 2万4200円に達し、それまでの菊花賞レコードを27%更新するものだった。レースは金毛ヤギが大逃げを見せ、一時は20馬身以上の大座をつけた。武田から、 早くオーナーと指示を受けていた栗田は、レースを実況していた小坂岩尾が、新山、どうした三冠はもうダメだと発するほど仕掛けのタイミングを遅らせ、直線で一気にスパート。一時戦闘に立った梅の力を残り二0 0メートルの地点で抜き去り、戦後初、セントライト以来23年ぶりの三冠を達成した。三冠達成後、疲労が抜けず、新山は、 休養に入った。回避を表明していた、有馬記念でのファン投票は3位で、梅の力、ファン投票により低かった。1月に、休務員の中尾は、新山の右後ろ足の爪が出血しているのを発見した。原因は、後ろ足の脚力が増した結果踏み込みが深くなり、後ろ足が前足の低鉄にぶつかっていることにあると判明し、武田が対策を考えた。 対策として、当初は後ろ足にゴムテープや皮が巻かれたが、前者は馬場を歩くだけで取れてしまい、後者は水分を含む馬場に弱かった。試行錯誤の結果、想定士の福田田広と共に、後ろ足の停鉄に、通気穴の開いたスリッパのようなカバーをつけて、後ろ足のひずめを保護し、かつカバーがぶつかる衝撃から、前足の停鉄を守るため、前足の停鉄に、 電気溶接により T 字型のブリッジを張った、新山鉄と呼ばれる低鉄を考案した。通常の低鉄の対応期間は3週間ほどであったのに対し、新山鉄は1、2週間ほどで溶接部分が剥がれ、使用ができなくなるという特徴があった。新山鉄の交換は、新山が武田旧社にいる時には、その都度行われたが、新山が旧社を離れて遠征するときには、 あらかじめ作成した複数の新山鉄を中尾が持ち運んだ。この新山鉄は通常の停鉄に比べ2倍以上の重量があったため、脚部に負担がかかり、故障を招く恐れがあったが、新山はリスクを克服した。また、この特殊な低鉄の重さゆえに、新山は長距離で走らなかったという説もある。当初陣営は大阪杯を経て天皇賞、 春に出走する計画を立てたが、ひづめが炎症を起こした影響から食欲が低下するなど体調が芳しくなく、また腰痛を発症していたため、武田は天皇賞春の回避を決定した。武田は計画を立て直し、オープンを経て宝塚記念に出走し、その後は秋まで休養させることにした。新山はオープン競争に二度出走。 いずれも優勝した後宝塚記念に出走。出走馬選定のファン投票では第1位であった。不良馬場への対応を不安視する声も上がったが、レースでは終始行為につけ、最後の直線コースに入ると外から先行馬を交わし、スタートの出遅れから追い込んだバリモスに精鋭を尻溶け勝利した。前年に引き続き夏は京都競馬場で過ごすことになった。 この年は前年ほど暑くはならず、また早い段階から氷の柱で馬房を冷やすなど十分な対策を施したため、新山は夏負けを起こすことなく過ごすことができた。秋のローテーションとして、武田は当初阪神競馬場のオープンに出走した後で関東へ輸送し、オープンを経て天皇賞、秋に出走する計画を立てた。しかし、 阪神競馬場のオープンを優勝した直後、東京、中山、阪神で、馬インフルエンザが蔓延して競争場移動禁止令が出され、禁止会場を待つ間に出走を予定していたオープンが行われてしまった。武田はやむなく目黒記念への出走を決めた。新山は6 3ラムという重い金量を、課されたがこれを克服し、第4コーナーで先頭に立つとそのままゴールし、優勝した。 天皇賞、秋では、目黒記念で新山に敗れた、加賀竹見騎乗のミハルカスが、大逃げを打ったが、新山は、直線でミハルカスをかわして先頭に立ち、そのままゴールし優勝した。栗田にとっては、初の天皇賞優勝で、レース後の表彰式では涙を見せた。なお、この競争で、新山の単勝支持率は78.3%で、単勝の配当は100円元返しであった。 GIQ 競争における単勝の100円元返しは、他に5例しか存在しない。この後、平場オープン競争を一戦ハサミ第10回、有馬記念に向かった。単勝オッズ1.1倍の圧倒的一番人気で、前年3位だった、人気投票も1位となった。新山は、第4コーナーで逃げたミハルカスに並びかけたが、ミハルカスに起乗していた香川新山に、 ババ状態の悪いインコースを走らせるために恋に、外へ進路を取り、外側の拉致近くを走行した。しかし、新山は、ミハルカスのさらに外を通って、ミハルカスをかわし、優勝した。この時レースを撮影していた、テレビカメラの視野から新山が消えてしまい、新山が消えた。と、実況された。レース後松本は、新山が外を回れと言ったとコメントした。また松本は、 後にレースを振り返って、3コーナーから4コーナーの中間で、前にいる馬は皆バテていたので、相手は、加賀の馬だけだと思いながら、うちには入らないつもりで乗った。4コーナーの入り口で外に振られたが、うちへ持ち直す必要はない。並べばこっちが強いと信じていたからとも語っている。有馬記念を前に、武田はそれまで、中山競馬場のレースに出走したことがなかった。 新山のスクーリングと天皇賞、秋からのレース間隔が開くことを避けるために、オープンに出走した後連投で、有馬記念に出走することを決めたが、栗田はこれに強く反対した。武田博が起乗したオープンでは、新山は伸びずに栗田の二着に敗れた。勝った栗田が、関西では無名の馬であったことにショックを受け、深酒は煽りで酔した末に倒れて病院へ。 搬送される事件を起こした。これに激怒した武田は栗田を降板させ、松本全頭を起乗させることを決定した。さらに、後に行われた、新山の引退式でも、栗田ではなく、松本と武田博士が起乗した。なお、新山のローテーションをめぐる両者の対立は、前年の東京優秀の前にも起こっており、この時は、東京優秀へ向け、武田が、 状況だけでは仕上がらないとして、オープンへの出走を挟む子を決定したのに対して、栗田は、新山の能力を考えれば、出走は、不要と主張し、出走が決まった後には、レース直前の状況で、武田の指示よりも遅く走らせた。目黒記念を前に、馬主の橋本は武田に対し有馬記念を最後に、新山を引退させ、守護場にすることを打診した。天皇賞優勝後、 武田は中村博史旧社でも用された祝勝会の場で、新山を有馬記念を最後に引退させることを発表した。新山には1966年も現役を続行して海外遠征することを望む声もあったが、武田は新山が三冠を達成した時期にアメリカに遠征し、ワシントン DC インターナショナルに出走した、リューフ・オーレルが惨敗。 その後、故障を発症して引退したのを目の当たりにし、決して遠征させないと決意していた。1966年1月、東京競馬場、9日と京都競馬場、16日で、新山の引退式が行われた。1968年10月13日、京都競馬場にて、銅像の除幕式を行った際、新山は、ゲストとして、京都競馬場に呼ばれて3年ぶりに、 武田急舎に戻った。朝の乗り運動では久々に栗田が起乗したほか、13日には銅像と対面。また昼休みにはファンに現役時代より一回りを大きくなった姿を披露した。なお新山引退後、日本のホースマンにとって新山を超える競争馬を生産し、育成することが目標となり、シンボリルドルフが出現するまでの約20年間。 新山を越えろのスローガンが標榜され続けた。引退後の新山が冬の牧場で日本足で力強く立ち上がった姿を真横から捉えた写真にこのスローガンを添えた日本、中央競馬会の PR ポスターも存在する。なお、シンボリルドルフが無敗でクラシック三冠を達成した時に、武田はやっと新山を越える馬が出てきたと述べたが、中尾は シンボリルドルフやナルタブライアンと比較しも超えるわけがないという思いはありますと述べている。引退後は種ボバとなったが当時は海外から輸入した種ボバの活躍が著しく内国産種ボバの成績は低迷していた。そのような状況に配慮して新山をつなぎをした谷川牧場は儲けることよりも新山の血統を後世に伝えることが重要と考え、 新山の種付け料は20万円に設定された。なお、競争場引退後の新山の世話は、谷川牧場の従業員、斉藤優が担当し、初年度と2年目の産区は、数が少なかったが、2年目産区から重賞2勝をした、新群が出る。産区数が、大幅に増えた3年目以降は、急激に成績を伸ばし、レコードタイムを5回記録し快速で知られたスマホマレア、 新山美崎といった重賞馬を送り出した初期の3区はこの他日本で初めて芝2000メートルで2分を切るタイムを記録したシルバーランドなどむしろ短距離を活躍の場とする3区が多かった新山の種母馬としての人気は次第に高まり1978年の5位地方を含めた全日本で3位を最高に合計7回種母馬ランキングのトップ12杯 ライターの山川拓也は、新山の活躍によって、内国産守ボバが見直され、アローエクスプレスや東証ボーイの活躍につながったとしている。1980年代に入ると種ボバ成績は次第に下降し、1980年に内国産守ボバ1位の座をアローエクスプレスに奪われ、1985年にはリーディングサイアートップ10から陥落した。 三区からは八大競争などの大レースを勝つ馬がなかなか出なかったが、1981年に皆川万奈が菊花賞に優勝した。この時点で、新山は恒例であったため皆川万奈は新山最後のものとも呼ばれたが、さらにその後、代表三区となる二冠馬三保新山が登場した。新山は三保新山が天皇賞春を制した1八十七年に、 受精能力低下により、シュボバを引退した。最終的に3区の重傷勝利数は49勝に達した。また、1969年から1992年には、3区24年連続勝利の記録を打ち立てた。これは後にノーザンテイストが更新するまで、日本最長記録だった。種ボバ引退後は、谷川牧場にて寄席を送った。晩年は、 右目の視力を失い、歯をすべて失い、さらに1994年2月以降、幾度となく自力で立つことができなくなるなど体の衰弱が目立つようになった。1996年7月13日2時頃、老衰により栄民、死亡。35歳3ヶ月11日、満年齢。旧年齢表記で36歳の大王女だった。死後は盛大な葬儀が行われ。 日本の競争場としては、テンポイント以来となる土葬が行われた。新山の墓は、生まれ故郷である北海道浦河郡浦河町の谷川牧場にあり、この牧場には、新山の銅像も建てられている。新山は1995年11月19日、新山と同世代の二巻品馬金家焼が記録したサラブレッドの日本最長寿記録を更新し、 さらに翌1996年5月3日には、玉椿、アングロアラブの名馬が持っていた、ケイシュ馬の日本最長寿記録も更新した。この記録は2011年6月28日に、アングロアラブのマリー・ジョイ、競争馬名、スイフアニーによって破られ、サラブレット記録としては2014年8月26日に、シャルロット、競争馬名、アローハマキに破られた。 勝利数はいずれも中央競馬のみの集計。母の父、ブルードメアサイヤーとしては以下の三区がいる。新山の三区は10頭が種ボバ入りした。多くはマイナーシュボバの息を出なかったが、端子ぶとブキとミホ新山は重賞馬を2頭ずつ出すことに成功した。さらにミホ新山の代表三区前新山も種ボバ入りしたが、繁殖品馬を集められず、シュボバを引退。 2009年10月1日にマイシンザンのサンクスシルクセレクションが登録抹消され、サラブレッドとしての不敬はついえた。稲川万ナは2007年、マイシンザンは2013年、ミホシンザンは2014年に死亡した。2019年現在、セルシオーレという中間種のオウマが一頭、繁殖登録、繁殖登録番号 22JAS0001、されており、 これが現時点で、新山系唯一の種母馬である。この馬は新山晩年の産区で、馬術競技馬として活躍したエキスパートの産区である。馬術障害飛び越しの名馬で、国体などで何度も優勝する、優れた実績を残している。一方、新山の血を母方に持つサラブレッドは、現在も存在する。新山産区の牝馬は多数繁殖入りしており、 また、シ保ザ山や皆川万ナの地を引く繁殖品場も一定数存在する。菅ホ誉レや橋ブキの地は残らなかったが、シルバーランドの代表産区であるウーマンパワーのメス系も残っており、レーナ・ワルツなど、これらは現在でも散発的に活躍場を出している。21世紀以降の GE 市場では、トロットスターやロジック、名称万ボなどが決闘票のどこかに、 新山を保有している。2006年には、ボフ、皆川ンナの朝日ライジングが、北米のアメリカオークスで2着となった。また、日本番系種や常用種の中にも、新山の血を引く馬が存在すると言われており、2015年には、新山を、ははハハハ母母母母母母に持つ北小桃が番栄、オークスを発した。全日本学生馬術優勝のハシピーコラスをはじめ、 馬術関係の才能を示した馬も多く、父親の知名度もあって、乗馬として生き延びた馬も多かった。1984年生まれのハイエスト新山は、熊本大学馬術馬などに所属し、2018年まで生きた。エキスパートも競争馬としては未勝利だったが、馬術競技場として活躍し、3区に前日のセルシオーレを出している。シルバーランドのサンク・ミルキーウェイ。 競争馬名、シルバー体制は、障害飛び越し競技日本代表馬として、ソウル五輪、バルセロナ五輪に出場した、それぞれ67、39位。2017年時点でも、ミホ新山、マイ新山、スーパー新山の後期3区にはまだ常用馬として、登録されているものがいる。このほか、ミホ新山や、ハシストームなどは、常用種の3区も残しており、 その地を持つ馬が残っている、可能性がある。競争馬名、新山は、馬主の橋本から命名を頼まれた武田が、孫の栗田新一、栗田勝の息子で、後に、日本中央競馬会騎手になったから一時を取り、新山としたのが由来で、新山、深山などの移説、五説もある。京都競馬場の銅像や北海道競馬の競争名にもなっている。 神さんは参観達成時に、当時の日本中央競馬会理事長、石広氏が新山をた,たえ子を呼んだことから来ている。ちなみに、新山の山は、入球時から山のようにどっしりと落ち着いていたからであったという。この新山という名前は、新山の子孫の名前としてもよく使われ、新山三崎、日本新山、舞新山、新山の場所となったスーパー新山らが知られている。なお、 新山と名付けられた、競争馬は1949年生まれの貧馬、父、西光新山、1986年、オーストラリア生まれの新山の2頭がいるが、現在は国際保護馬名に登録されているため死難をそのまま使うことはできない。母、早登りは競争馬として5勝を挙げた。母の半妹には、優秀貧馬優勝馬、実誉れ、追いに、 サツキショ賞優勝馬カズヨシがいる。メス系、ファミリーラインは1907年にイギリスから小祝い農場が高額で入りしたビューティフルドリーマー系、三賞、小祝い農場の基礎輸入品馬に属する。ビューティフルドリーマー系は他にテームオーシャン、明治光など多数の名馬を輩出している。新山の尻尾の付け根には白色の毛が混じっていたが、これは 母の父の父にあたるセフットの遺伝と言われている。また、長教師の武田は初めて新山を見たときに、母の母の父にあたるトールソルの特徴が強く、出ていると感じた。兄弟は兄に、リンデン、五章。京都四歳特別、中京四歳、特別、四歳中選馬特別、オンワードスタン、九章。中山記念、アメリカジョッキークラブカップ。 天皇賞3着、日系賞3着、ケンスタツ、3勝などがいる。兄に比べてーはさっぱり走らず、血代の菊、メス系子孫玄孫が南関東公営競馬で2勝を挙げた程度で他4頭は未勝利に終わった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。